県内の名産品を多くの人に知ってもらおうというイベントが今日奈良市で始まりました。今回のテーマは奥大和です。このイベントは県が毎月テーマを決めて行っているもので、今月は夏休み奥大和の魅力を知ろうをテーマに吉野郡や宇陀市などの6つの事業者が参加しました。このうち吉野町で集成材を取り扱う企業は、子どもたちに樹木の個性を楽しんでもらおうと一つのブロックに杉とヒノキ2種類の板を貼り付けた積み木を販売。このほか吉野杉を原材料にした商品にはアロマオイルや年輪のきめ細やかさを満たしたアクセサリーなどが並び、こだわりの商品を訪れる人に PR していました。このイベントは今月28日の日曜日まで行われていて、お米の試食や木工などの体験ワークショップも行われます。